ネリー・ファー・タド・ネリー・キム・フルタードは、カナダのブリティッシ・ュ・コロンビア州出身の歌手、シンガーソングライター。両親が、ポルトガルのアゾレス諸島出身のポルトガル系、カナダ人である。祖父の兄弟には、巧妙なマーチングバンドの作曲家、父親は、ポルトガルの民族音楽ファドのミュージシャン、母親は合唱隊に所属していたなど、音楽に囲まれた環境で育った。 ファータドという彼女の名字はポルトガル語で、本来ならば、フルタードと発音する。ネリー・フルタードという表記が散見されるのはそのため。また、その性の意味は、盗まれたである。彼女の楽曲の特徴としては、様々なジャンルを取り入れながらも今用の、R、R&B の音色やリズムを組み合わせた、ネリー・ファータド的としか形容できない音楽性にあると言える。また、 アルバムごとに大きく異なった音楽性を持っているのも彼女の大きな特徴。聴く音楽の幅も広く、エミネムなどのヒップホップからマラヤ・キャリーなどの R&B、レディオヘッドのようなオルタナティブロック、さらにはインドネシア等のアジアの音楽まで非常に多様らしい。自身のインタビューの中でクエン・ステファニー・アベックをフェイバリットミュージシャンとして挙げたこともある。 ツアーバンドの DJ との間に生まれた娘がいるが、彼とは2005年に別れており、2008年に音響エンジニアと結婚した。4歳の頃から英語とポルトガル語で歌い始める。14歳の頃にはストリートでラップをしていたらしい。16歳で曲作りを始める。高校卒業後トロントへ移住した後、ライブパフォーマンスが話題となり、同じカナダのミュージシャンから、 デモトラックのプロデュースを申し込まれる。2000年、ファーストアルバムである、ウォーネリーでデビュー。本国カナダで、カナダのグラミー賞、と言われる、ジュノー賞で主要部門を独占。そして、グラミー賞においてもビートニューアーチスト、ソングオブ・ザ・イヤー、ベストフィメールポップボーカルパフォーマンス、ベストポップボーカルアルバムの4部門で、ノミネートされ。 そのうちのベストフィメールポップボーカルパフォーマンスを受賞。このアルバムは全世界で600万枚セールスを記録する大ヒットになった。2003年、セカンドアルバム、ホークロアをリリース。自身のルーツに立ち返って作られた、ホークアルバム。トラックフィールドをメインプロデューサーに迎えての制作。パワーレスが、ジュノーショーで、ソング・オブ・ザ・イヤーを勝ち取ったものの、 2001年にミッシー・エリオットと共演したこともあり、世間からはヒップホップアルバムを作ると予想されていたためなのか、売り上げ的には前作を大きく下回る120万枚であった。2006年、サードアルバム、ルーズをリリース。ティンバランドをメインプロデューサーに迎えて作られた。アメリカでのリードトラックプロミスキャスが、グラミー賞のベストポップコラボレーションウィズ・ボーカルズに、 ノミネートされた。2009年9月、スペイン語のアルバム、ミプランをリリース。2010年2月12日、バンクーバーオリンピック開会式に、ブライアン・アダムスと共に登場し、バンザ・ドラムをデュエットした。ありがとうございます。